そうですね、まあ稼働版ですけれども、そういうことは、気にせず、のびのびと自分の碁を打ちたいと思います。まあ、3局目まではまずまず、まあ、よく打ててたかなと思うんですけど、4局目にちょっと大きなミスが出てしまったので、まあでもそれも実力なので、まあ次の碁は、まあ、悔いが残らない碁が打てればいいかなと思っています。そうですね、僕が今までいろんなところで、対局させていただいたんですけども、ここはまあ、一番好きな、対局場でもあるので、まあそうですね、温泉もゆっくり入ってだいぶリラックスして明日からの対局に臨みたいと思います。おとついぐらいでしたかね。はい、美容師さんからはもうちょっと間を詰めてきてくださいと 言われました。まあでも髪切ってすっきりしたので、気分を一新して頑張りたいと思います。